このわかめ今までのラッシュで一番うまい。全部うまいやん。北のシュフレット、ハルケンです。今回の縛り生活は、3日間朝ラーメンショップ生活です。来ました。はい、何なんですか。いや第4ぐらいまで来たんじゃないですか。いや人気ですよね。人気ですよ。もう激安食べ物生活はもう終わったけど。いや終わってなくて、激安も人気ですけど、その次をなすレベルのやっぱラーメンショップ生活。激安ではもうボリューム6であれです、はい、ファイナルじゃないのあれ。いやボリューム7でしょ。あれ18までやるから。あなるほどね、うん、いやちょっとラーメンショップ大人気企画、ラーメンショップ、うん、今回第4弾は朝にテーマを絞りまして。なるほど。やっぱラーメンショップって朝っていうイメージ持たれてるからって結構ありますよね、はい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 、朝まで仕事されてる方がそのまま、うん、あの寝る前に食べて帰るとか出勤とか、ね、そうそ う, そう出勤前に食べてとかっていう方がすごい多いと思うんで、なんか朝6時からやってたりとか7時からやってたりとか、朝ラーメンのメニューがあったりとか結構あるんで、うん、まあ、朝僕起きたてすぐで行きたいと思います。起きた時間に行くってことですね。そうそう起きた時間にすぐ行きます、はい、っていう感じでやりたいと思います。3日間、今回行ったことない店舗に全部行こうと思ってますんで、本当はグッドモーニングやっぱ朝なんで行こうかなと思ったんですけど、うん、グッドモーニングちょうど前回行ったんで。確かにね、空いてなくてバッドモーニングになる可能性もあるしね。そう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 、あそこバッドモーニングの名所なんで。そうそう、だから今回行ったことないところに行きますんで、今まで見た方も楽しめるんじゃないかなと思います。朝活ということですね。はい、はい、朝です。というわけで、ハルくんの朝ラッシュ生活ご覧ください。どうぞ。おはようございます。うわぁ、めっちゃ、絶対お腹すいてん。ちょっと花粉で目がマジでかゆい。行ってきまーす。花粉完全防備のすけです。もうできれば外に出たくないんですけどもね。今7時なんですけど、ラーションがなかなか遠いんで早起きです。着いたー。電車で1時間ぐらい揺られました。到着しました。鳴瀬駅。鳴瀬といえばロッテで左投げのめちゃくちゃコントロールいいピッチャーいましたね。大好きだったな鳴瀬。今回朝ラッシュするにあたって朝から空いてる店舗調べたんですけど、やっぱり結構遠いですね。ただここは鳴瀬駅から徒歩5分とかそれぐらいで行けるところなので電車で来ました。車で行かないとね行けないような場所結構多いですよね、ラーメンショップは。見えてきました、これだな。さすがに電車で1時間ぐらいかかったんでお腹空いてきましたね。すごっ、うまそう。ネギの量マジで多いっすね。かなり大きめの背脂が入ってますね。うわうまそうだこれ。じゃあいただきます。すげえな、意外と人食うやな。意外とこの時間でも食うんだな。うわうめぇ。濃厚、コクやばいな。いきます。うん。久々食べたけどうますぎるわ。麺量がやっぱラショって多いよね。器もでかいし。朝にちょうどいいわ。テルと朝胃液やってたじゃないですか。朝胃液もいいと思うんですけど、俺多分ね朝胃もたらしちゃうと思うんだよね。
じゃあ一層感絡めていってみますか。これ美味しそう。うん、うん、最近俺もうわかめとネギ見たら卵焼思い出すもん。卵焼の大好きなとこは最後が麺じゃなくてネギだけになるんだよ。それぐらいのネギが多いの。それがいい。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。今朝9時ぐらいなんですけど、いや朝ラーメンうまっ。しかも今回ちょっと遠い場所にあったんで、電車に乗ってる間にワクワク感がちょっと高まっていってて、でやっぱこのビジュアルですよね。もうラーメンショップって外観のビジュいいよね。まあ、古着大好き、レトロなもの大好きな僕にとってはもうこの外観だったり、あのお店の中の雰囲気だったりがね、もう最高でしたね。で今回朝ラーメンっていうメニューがありました。通常の価格より100円ぐらい安くなってるんじゃないかなと思うんですけど、それ以外にも金曜ラーメンみたいのがあって、金曜日が毎回ラーメン1杯550円っていう、安すぎませんか。ラーショー、まあ、ラーショー特有っていうんですかね、あの細いストレート麺みたいな、あれがやっぱ美味しいですね。あの周りがトゥルトゥルしてて、でね、なんといっても今回、まあ、椿系のラーメンショップだったので、椿系っていうのはあの確定で合ってるかわからないんですけど、まあ、ラーショってフランチャイズなんですけど、そのラーショの本家の大元のところからあの調味料だったりをこう配給されているところなんで、まあ、直系ラーショみたいな感じで言う方もいらっしゃるんですけど、まあ、初代ラーショイズムみたいなのを引き継いでいるお店みたいな感じですかね。まあ、乳化系のスープで上にボロボロっと大きめの背脂が乗ってて、ムンムンと豚の香りが立ち込めてくるっていう感じで、あれスープ入れたらあーうまってなりました。まあラーショといえばネギラーメンなので、今回もネギラーメン注文したんですけど、ラーショのネギラーメンのいいところは他の店舗と違ってもう本当にネギに命かけてるんで、ネギの量がとんでもない。毎回厨房を覗くと大きめのボウルであのネギをこうかき混ぜてるんですね。すごい量入れてるんですよ。だからこれ何人か分けて入れるのかなと思ったら、これ全部俺のところに入ってて、そんなやいいんすかみたいな。ちょっと朝ラーショーめちゃくちゃいいかもしんない。超活力になります。なのでこの後はもうカフェでもう一日中編集しちゃおうかなっていう、そんな感じです。ごちそうさまでした。美味しかったです。おはようございます。今朝6時半です。めちゃくちゃ早い。はい。今日もラーメンショップ営業してる店舗調べたんですけど、今日は川崎の方のラーメンショップにね、行ってみたいと思います。最近さ、ちょっと朝起きて服取りにね、クローゼットの方行ったら、もうクローゼットにもう花粉が舞ってるんですよ、多分。クローゼット行った瞬間もくしゃみやばくて、もう昨日のアウターとかがかかってるから、そのアウターに花粉ついてんだろうね。もうすごい。びっくりした。くしゃみ止まらんくて今。よし、向かうか。今回クロニアさんがね、ちょっと遠いんですよ。多摩プラザ駅から徒歩30何分とかなんで、そこからちょっとタクシーで行きたいと思います。到着しました。タクシーで10分ぐらい揺られまして、本当にポツンとありますね、この感じで。いやいい、ラーショー生活はいい、エモい気持ちにさせてくれる。よし、今日も景気づけの一杯いただきますか。ダウンタウンデラックスでネギトロ麺っていうの出てます。これうまそう。やばすぎ、野球選手しかも松井秀喜来てます。松井秀喜来てるのやばくない？阿部も来てる、やばすぎるんだけど。こう来た。うわ、すげえ見た目これ。なんだこれ。
うまそう。それではいただきます。うわ、レンゲこれいいっすね。いただきます。柔らけ、ネギ量やばいっす。ええ、ちょっと待って、ネギやばいって量。この辺しっかり全部混ぜて、ここいってみますか。うん、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃうまかった、マジでやばい。昨日今日と大当たり、ほんとうまかったっす。今回とろろが入っているお店でしたね。いや、やっぱラーメンショップって店舗ごとにちょっと雰囲気違うからいいっすね。ネギがやや細めに切られてて、ネギの量がとんでもなくて、でとろろが乗っかってるんで、もうネギととろろともう麺と最後もちょっとぐちゃぐちゃになっちゃってるみたいなところがまたうまい。そこがうまい。こんなうまいお店あったんだみたいな、俺ちょっと知らなかったんで、この店舗。でも見てみたら、もう壁紙一面にブワーッと有名な野球選手だったり、有名人だったりがもう来られてて、で、ダウンタウンデラックスで、長嶋一茂さんがめちゃくちゃうまいみたいに言ってたみたいなんで、知る人ぞ知る名店だったんだなと思いました。まあなかなか遠いところにはあるんですけども、昨日に引き続き今日も椿系で、椿系とでちょっと雰囲気また違うような感じで、でこれちょっと遠いなって思ったんですけど、あの駐車場ありますんで、隣に提携してる駐車場がありますんで、車で来やすいかなと思いますんで、ぜひ行ってみてください。いや、ここもう異常にうまかったです。度肝も抜かれました。で、朝6時半ぐらいからやられてるので、もうぜひぜひ行ってみてください。いや、朝ラーハマってきたな。しかも朝とろろって一番体に良くない？いや、最高でした。ちょっと明日も楽しみです。ございます。朝ラーメンショップ生活最終日です。今日は朝5時に起きてみました。最終日なんでね、オープンに勝ち込もうと思いまして、オープン時間は朝7時のところなんですけど、電車で1時間半、1時間以上かかるんで、これぐらいの時間に起きました。よし、準備します。顔洗ってちょっとだけ起きましたね。体が暗い時間に外出るってマジいつぶりだろう。はい、なんか人身事故あったらしくて、俺が今から乗る南武線で人身事故起きちゃったらしくて、普通に朝出社する人がちらほら見え出す時間帯なんで、なかなかみんな大変ですよね、これ。僕は朝ラッシュするだけなんで大丈夫ですけど。到着しました。はい。おはようございます。おはようございます。ではちょっと何すか、最終日はね、ガチ朝、ガチ朝ラッシュ、ガチ朝ラッシュ、ガチ朝オープンラッシュ、今日7時オープンのお店なんで、今6時50分ちょっとぐらいなんで、今オープン仕掛けてるぐらいのところですね。最後は一緒に食べたいと思います。はい、うん、え、待って、マジでさ、本当にやってるよね。いや、めちゃくちゃ怖いんだよ。しかもラッシュって電話とかないから、ツイッターとかさ、よく並んでると思う。いや、ちょ、朝って並ばないし、そんな簡単に。今7時3分だ。オープンしてない。ゲゲゲ。ちょっと待って。怪しい張り紙だ。待って。え？いや、まあ、しゃあないです。これはもう。マジで。5時に起きたんだけど。さっきのお店が閉まってたんで、西府駅っていうところにまた来て朝ラーショーしたいと思います。まあ、もうこうなったら。
近場を行くしかない。そう、でも一番近い、かなり近いところにあったんだよね。3駅で。そう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 、電車で3駅でまたラッシュあるなんてことなかなかないと思うんで、でもちゃんとお腹空いてきたわ、そのおかげで。ということで、はい、ラーメンショップ府中無媒町店に来ました、はい、名前間違ってたんですよ。よっしゃ、やっと間に合ったので行ってみます。お店開いてました。はい、食べます。いや、やっぱこうさ、今車通りが多いじゃないですか。はいはい、だからこういう人が止まったりするのかね。そうだよ、だってここでさ、今停車する人いるじゃないですか。これ多分ラーションの人がね。ダメじゃないですか、止めたら。これダメですグッドモーニングラーメンショップでもあるんだけど、あ、それせい、あの何、駐禁取ろうとする人来るとパッと外出てって、あ、ね、あ、もう終わるんでみたいな。まあ、皆さんしっかりね、車足でラーション食べたいなと思った人は、まあ、ラーメン食べたいなと思った人はしっかりと駐車場を止めて、はい、くださいね。ちょっとここだと駐車場見受けられないんですけど、はい、もうちょっと遠いところにはパーキングがあると思うんで、はい、近くのコンビニとかで止めるのをやめましょう、はい、そうですね、はい、じゃあ行きますか。僕ら電車なんで行きましょうか、うん、はい、YouTube がなんか、そうです、ラーメンショップの企画がすごい人気で、はいはいはい、で今回朝ラーメンショップ、はいはい、をいろんな店舗巡るみたいな動画とか。あ、朝ラーに限定して。そうですね、朝のラーメンショップに限定して。あ、わかりました。餃子定食って珍しいですよね、ラーメンショップで。あ、一応餃子売りにしてるんで。あ、そうだったんですね。値段はちょっと高いですけど。餃子単品みたいなのもあるんですね。あ、ございますよ。あ、そうなんですね。単品でも頼めますし、餃子定食としても頼めます。何個くらい入ってますかね。一皿に5個です。あ、でも僕の相方が頼んだんでちょっといただこうかな。はい、はいはい、椿系と丸木系の2種類の違いみたいなのってお聞きしてもいいですか。違いはやっぱり油じゃないですかね。椿の方が油が多いイメージが。椿は背脂使ってる。はい、丸木系っていうのは非乳化系みたいなイメージですか。普通に古い昔ながらの感じのがまあ、特徴ですよね。来ました。うわ、うまそうすぎ。うわ、透き通ってんな。いや、ネギ丼も注文してしまいました。最終日なんでネギラッシュでいきます。はい、フェルトの方はね、もうちょっととんでもない量頼んでますけどめちゃくちゃ店員さんビビってたの。じゃ、入れます。めっちゃうまっ。うん、わかめでか。うん、このわかめ今までのラッシュで一番うまい。めちゃくちゃコリコリしてる。ネギライス行こうと思うんですけど、ネギライス、ほうれん草あったっけ。珍しくねえか、これ。ちょっとスープつけて。ん？ん？違う、これ、このほうれん草も味ついてる。酢漬けされてますね。もっ、うまっ、酸味効いてる。うまっ。このネギめちゃめちゃこう味染み込んでるんで、ラーメンと一緒に食べてちょうどいい感じかな。スープと麺結構あっさりめなんで、このネギに濃い味ついてる、それと合わせてうまい、ちょうどいいって感じ。うん、このネギライスうまいな。しっかり、ちょっとフェルトが注文した餃子勝手に1個もらっちゃおうかな。え、1個もらっていい？いいよ。あ、ありがとう。全部頼むのね、ちょっと食べれるかなって不安だったんで、一個だけいただきました。いただきます。はい、どうも、またよろしく。うまい、パワーがもちもちで、すごい香ばしい。全部うまいやん、これ。
こ全部囲っていっちゃいます。うめえ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そうです。いやちょっと新しいタイプ、ニュータイプなラーメンショップでした、個人的には。なるほど。お酢ラーメンが本当は人気メニューみたいだったらしくて、僕は普通にネギラーメン頼んでしまったんですけど、いや美味しかったね、面白かった。ネギライスが全然普通のネギライスと違いました。酸味効いてる酸っぱい系の味で、十分酸味あったけど、うん、お酢のラーメン頼んだらどうなっちゃうね。めちゃめちゃ酸っぱいんじゃないいや本当にちょっと3日目にして、普通のなんかラーショ系で来てちょっと違うやつだったんで、まあ、刺激があって楽しかった。南多摩行けなくてこっちでしたけど、うん、あそうだね、これ面白いラーショに出会えたんで。そうですね、これだからラーショやめらんねえぜっていう、うん、やっぱ入って食べてみないと分かんないっていうのがやっぱ面白いところだと思うんで、いや本当に貴重な体験させてもらいました。美味しかったです、はい、ありがとうございました。はい、というわけでお疲れ様でございました。あ、そうでしょう。いや、僕もね、一日行きましたけど、早いね、やっぱ朝。朝早いね。うん、いや、最終日だけは、本気で朝起きしたんで、うん。いつも7時起きとかだったんですけど、ちょっと振られちゃったけど、ね、5時起きぐらいで。そう、最終日行きたかったんですけど、あそこ行けなくて、でも最後に行けた店舗は、ちょっといつもとは違うような、ね。タイプの味だったんで、ね、うん、やっぱ、ラーショーおもろって思ったね。全部フランチャイズなの、あれって。あ、そう、フランチャイズでやってるんですけど、なんかやっぱ、椿系とか、丸、木系みたいなとこあったりして、あ、まあ、そもそも派閥も分かれるし、で店舗ごとにもさらに色出てくるみたいな、うん、だから初日行ったとこ もザラーショーでプラスこう背脂がポポポポンと出てる、もうザラーメンショップみたいな味で、次のところネギトロチャーシューみたいな、で あのトロロがドロワーッと乗ってて、もう真っ白になってるの、もうめちゃくちゃ美味しかった、うん、そこ安倍晋之助、松井秀喜来てます、やば、巨人軍な、そうそう、ブワーってあるの、野球選手のサインが。でも昔ながらのラーメン屋さんみたいな感じで、すごい美味しかったし、うん、で最後の店舗はすごい酸味の効いたお酢ラーメンがあったりとかするような、でもすごいもうやっぱ店舗ごとにマジ違うし、やっぱ朝ラーメン結構いいね。朝活いいですか、やっぱ。俺やったことなかったから、まあ、家系でやってたじゃん朝。朝次郎寝起き次郎やったじゃん。あ、寝起き次郎やったわ、うん、寝起き次郎11ぐらいやったやつ。やっぱね、朝にラーメン食べるってやっぱすごい罪悪感もないですし、そうね、なおかつやっぱエネルギーにはなるよね、ガッツン食べるから。もうパキってなるね、うん、朝コーヒー飲むとかよりも全然違うもん、ね、違うパンチがあります。朝食べれないからね、ちょっとパンとかコーンフレークとかじゃなくて、うん、じゃなくてラーメンよぞっていけるんで。しかもやっぱラーショちょうどいいっすよ、家系二郎系朝食べるのは。確かにパンチありすぎるっていうのは分かる、ね、うん、眠くなっちゃうとかね、うん、けどラーショの場合は本当にあっさりしたスープだったりするんで、うん、結構あ、もうスープだけ飲みたいみたいな気持ちになれるんで、る、ね、あそこはもういいですね。いやー、やっぱラーショ面白すぎる、もう全部行きたい、もう検索したとこ全部行きたいって今は気持ちになってるんで、はい、またおすすめ店舗ありましたらぜひ教えてください。次回はついに牛久ですかね。あ、いや、もう行ってもいいと思ってるが、うん、まだ背脂編やってないからね。なるほどね、うん、まあちょっといろいろ考えます。はい、はい、楽しみです。というわけでね、ぜひコメント高評価よろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあまた次回のラーショ生活でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。